さあでは行きます、続きです。新しい町ワクワクしますね。これは城下町ペルガミノ、はい、ペルガミノに到着いたしました。まあ、宿屋は泊まっときましょうか。結構お金あんのよね。使いたいですね。まあ、やっぱ突然のゲームオーバー、突然の超強敵、やっぱり今までも散々食らってきたのでね。ないよね。もう一応調べようか。横から調べたらダメかもしれないから、わざわざ前に回り込むめんどくさ。さ、はい、うわ誰もおらんのかい。じゃあもうなんか壺にないと割り合わんわこれ。お願い、あった、ペガサスの羽か。返したー、これ返したー。しょうがない、もういっぱい持ってる。ひそかにあのネモのあの何とも言えへんネモのあの文字の位置が腹立ちますね。よし、いらんけどね。ペガサスの羽多分ルーラでしょう。これキメラの翼だと思いますので、意外とね MP が完全枯渇するまでこう戦うってないですもんね、あんまり。そこまで、まあ、今んとこですけどね。内緒の話なんだけど、誰にも話さないって誓える？はい。この間お城に武器を届けに行った時見たんだ。お城に飾ってある巨人の像が動いた。ほう、城下町細いな、ほんでこれ。なんやこれ。清水寺みたいな。うわうわ、来た！来た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 、アシュラの剣。鋼の斧、やっぱりでも鋼の斧とか来てるからキャノンはそのうち帰ってくるな。これ毒矢、ブーメラン、鋼の爪、でもそうやねちょっと売るわ。いや売るわ。いやもうそもそもこれ3人きついわー。いやーそうね、邪行調べました。混乱させるみたいな感じでした。まあいらないですね。ただ松明は全部打ってもいいよな。っていうかまあ魔法のルビーも打っていいっすね。安っ、ルビーやぞ。だから言ったやん、ほらロープとかにしといたらええのに。もう魔法のロープとかやったらまだ、ルビーやぞ。毒消し置いとこうか。あとコン両方打っていいっすよね。コン両方買ってあげるんで、爪を両手に装備してもらおうと思いますので、戦士の裏、稲妻の石は、なんか何回か使える雷魔法みたいな感じでした。まあ、予想通りですけど、何回か使えるみたいです。一発屋じゃないみたいです。一応その毒矢とかは誰が扱えないですよね。ブーメランを扱えないですね。誰やねんマジで。いけんねや、セイラさん。アシュラの剣、行く。ガンダムアシュラ二刀流で行こうかなと思うんやけど、行く。ちょっと一回セイラさんどれぐらい上がるのかちょっと確かめてからにしようか。まずネモは143の167、あーまあ強くなったね。で、セイラは、あ、強なるね。女王の鞭いらんね。
いやまあただどうなんやっていうか、強なるからどうなんやなんですよね。魔法というかまあ攻撃あんまりしないでしょうとも思うんですけどね、どうなんだと。力の盾強えな。まあとりあえずこうしとこうか。力の盾強いからね。まあ最悪ランスつければ180まで引き上げれますんで、王様が閉じこもったままで全く表に顔出さない。ちょっと待ってくださいね。ちなみにネモの攻撃が167で防御が105だから、ガンダムはまあ力の盾正直装備しなくても130ぐらいはあるんで、いっちゃいいけどね。アシュラ勝ってもいいけどね。そうやな、まあ防具見てからにするか。多分防具あるでしょうし、いやこっからちょっと戦いきつくなってくるの予想されるので、砂漠多分きついでしょう。もういいもういい。キャノンが早く加入してほしいな。それでもまあまあ脳筋野郎ばっかりになりますけどね。まあそれでもしゃあないから。え、なんだってわしは耳が遠いでの。なるほど、こういうこと。なんでいつも空いてるんやと思ってたけど、しょうもない、しょうもない。こういう時に大事なもん置いといてくれよ。ネモの顔腹立つな。なんかあのちょっとジムの垂れ目の感じ。私は最近何が正義かわからなくなってきました。潜水忍と同じパターンですね。まあね、ジオンとね、連邦だってどっちが正義でどっちが悪かずっと作品見ててもなかなかわかりませんからね。争いとは難しいものだわ。この国では巨人を神として崇めなかったら罰を受けなくちゃならないんだ。そうなんや。ほんなそもそも暴れてる巨人っていうもん自体がねえ、なんか前提がおかしくなってきますが、あの巨人怖いよ。またこの子ったら男の子のくせに育児がなくて、あんま言うたらあかんねんね、そういうこと。最近はね、ミノフスキー作戦は巨人には使えないでしょうからね。ぶん殴ってくるやろうからね。王様はどうしてしまったのかしら。いきなり巨人を神としてあがめろだなんて。あ、最近の話なんや。王様がおかしなったみたいな。カルトや。なるほど。最近の話っぽいね、これは。ナイトの鎧、戦士の鎧、武道着、ナイトの盾、戦士の兜。ナイト装備はもう持っとるからね、セイラさん、多分。多分持っとるんだよね。うん、分かった。魔法のマントはちょっと置いとこうかな。ナイト装備持ってますよね。で、まあ、ナイトの兜は買ってもいいのか。ないかい。ナイトの兜は欲しいっちゃ欲しい。ガンダムにね。何か怪しいね、このお城は。いや、めっちゃ怪しい。すでに細いもん。なんか開いてるし。絶対怪しいし。え？絶対裏口あるやつやし。ほう。でかいなぁ。王様は近頃病気で寝込んでいるとマクベ様が言っていたが本当だろうか。マクベ、マクベは悪いやつよ。壺のやつでしょ。ということは新刊マクベ様は地下の部屋でお祈りを捧げて、こいつが黒幕やな。大臣とかが悪いパターンのやつや。これ王様はもう取り込まれとるね、マクベに。あるわー、これもう散々見たわー。ロープレイで散々ファンタジー系のやつで散々見たやつ、これ。大概そうやね。最近踊り子のキャラを見かけないな。踊り子のキャラって、マーニャとかそういうこと？なんなん踊り子キャラって。踊り子のキャラっていう女かな、もしかして。踊り子キャラの踊りが見たい。
そんなクラスに踊り子キャラがいます、そんなおらんやろ。王様の病気は重いのだろうか。また変に外庭に出れる感じになってますね。怪しいですよね、めちゃくちゃ。お前はナイトガンダム、巨人計画の邪魔はさせん。死ね、よう見るわー。これもすぐ殺そうとする。何やんて、ガルバルディベータ、なんなんだてめえは。ぶん殴りでいこうか。なんなんだてめえは、おねえら、てめえおねえら。戦いはでもいいような気もするな。よいしょ、あかん、硬い。聞いた、聞いた。あれカチカチやけど、たまにめっちゃ聞いた。めちゃくちゃ叩き込んだ。メガサーベ、あかん、強っ。減るかな、ガンダム40。これは魔法で行くべきでしたね。これメガサーベ食らってまうな、多分もう一発。セーラはでもバズレイ入れて死を覚悟して、会心来い、会心待ちです。惜しい、来た。うわ強っ、赤めちゃくちゃ強え。バカな、めっちゃ強え、マジで。くそ、ガンダムだけでもメガルフィラ、キコーン。よっしゃよーしよしよしよし、あぶねえ。負け夢かと見まがうほどの強さですわ。やべえ。いや、これは強かった。一回ちょっと生き返らさないと。やっぱりな、装備整えといてよかったー。まあ、強いて言うなら、ナイトガンダムやっぱりもう、剣買っといてもよかったぐらいっすよ。これ危なかったっすねー。これ、そっちもいけそうやな。いや、これね、これね、奥さんね、これね、あれ生き返しないのこれ。あれ生き返しなかったっけ。いや、これ奥さんね、これね、これはすみませんよ、これは非常に危なかったぞ。いやー危ねえ。最初に、まあ、ミノフスキやっときゃもうかなり安定したと思いますけど、あいつ魔法結構こだわりそうな雰囲気やったんで、いい、危なかったな。なんかちょっと物理で殴ってきそうやったから。あ、そうか、ミノフスキそもそもできひんのか、タンクじゃないと無理なのか。いや、めっちゃやばかった今のは。正直もうネモの会心が2発なかったらやられてたんじゃないっすかね。めちゃくちゃいいタイミングで入ってくれましたよね。いや、これまだおるかもしれんぞ、奥。ありえるよな、どうしようかな。いや、おるっす、これ。これ、おるっす、これ。ちょっとね、買おうかな。剣。いや、万が一の事態に備えて。まあ、いいか、3800ぐらいやったら、まあ、1900ぐらいやったら。一応、買うもんは買ってるしね。めっちゃやばかったな。
一回ね、ちょっとあと試したいことがあるので、この壁の横出てみますね。出れたら上行けると思いますよ、多分。ほら、あれ？あれ？そうなの。左側にも空いてたんよね。こっちも空いてますやん。いけるよね。なんか画面がカクつくけど。いや、なんかあるやろこれ絶対。調べたらよかったのかな。隠し階段とか。まあ、さっきのガルバルディベータに負け戦のパターンでこう捕まるとかそういうこともあるかな。あの牢屋のパターンですよ。もうないんかい。気持ち悪いな。一応調べはしますね。いやだってあれ負けるでしょう。あれパッといったら負けんで、マジで。そんなに楽じゃないっす。あの物理で来るよりも来られるよりもやっぱめっちゃ危ないんでね。ないんかい。ほな、なんやねんこれ。ただ単にすぐ外に出れるだけのショートカットってことですか。なんやねんマジで。まあええわ、まあええわ。ちょっといろいろ調べて、結局一本道やね。まあ、死ねー言いよるぐらいのやつが おるからもう明らかに悪いですね。悪いやつがあの奥におる。まあマクベなんですけど、マクベの手下ですね。あれは明らかに悪いですよ。さあこの先どうなっているのか、マクベとの対決になるのか。うーわ、ダンジョンこれ。うだ、敵出るか、おそらく。広い、めちゃ広大やこれ。あ、雑魚は出ないか。あ、出る。まあ、この音の時は出ると考えていいでしょうね。よいしょー、強い、めっちゃ強い。よいしょー、ナイス。あ、強くなってきた、強くなってきた。よし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 、ありがとう、約束ありがとう。なんもない部屋。なんやこの感じ、ファミコンジャンプか。ファミコンジャンプに似てる、似て非なる。あれ王様かこれ。わしはこの国の国王なのだが、神官マクベに閉じ込まれてしまったんだ。マクベは伝説の巨人を復活させて、この世界を廃墟に変えようとしている。神官マクベを倒し、この国を救ってくれるのか。はい、この階の通路で袋小路になっているところを調べてくれ。隠し階段があるはずじゃ。ほう、なんかド派手な女おった。あれか、踊り子キャラか。踊り子キャラやな、あれ。踊り子キャラのキャラや。ややこしい。でもこんな髪型やけど、めっちゃ頑張ってますよ。なんかもうご飯ですよが乗ってるみたいな状態になってますけど。絶対そうですねこれ。あたいは踊り子キャラ、あたいキャラやこれ。神官マクベの話を盗み聞きしていたんだけど、見つかって閉じ込められちゃったんだ。助けてくれたらいいこと教えてあげるよ。ハート？マジ？行く！ちょっと待ってて。何教えてくれんねや。ほんまに。何教えてくれんの？夜アプローチの打ち方とかか？あ、ここか。いきなりか。いない。もうメモがもうね、戦闘ですよ。
ネモがもう攻撃の急先鋒ですから OK。 まあでもやっぱり安定する、キャノンよりもネモが強いからすごい安定するわ。早っ、隠し階段発見。よし行こう。あったあったあった。宝箱の探索もしないといけないんでしょうけども、あーやばい、マラサイ初めてか。サイコはやはり混乱やね。よし、セイラ硬いわ。セイラカッチカチになってる。デザートドームの攻撃でガンダムが1、まあ、ガンダムは大丈夫ですね。カッチカチ、うわマジかこれ。さあカッチカチや。やめてー、もう混乱して気絶してもうめちゃくちゃや。馬の大混乱。目覚ました。正気に戻った。目覚ました。正気、気絶しながらも正気に戻った。どういう状態？どういう状態マジで。でも爆発してんのに食らってないっていうね。連続ではダメージ入らないですね。これで入るか。おしおしおし。連続やと攻撃力が下がるから1になっちゃうってことですね。うん、まあ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 、めっちゃ強いなこいつマジで。ナイス。いやこいつ強いわー。待て、大混乱マジ強いっす。相当やわー。ナイス。バーニア。バーニア。なんやろ。加速的なことっぽいけど、なんやろ。ブースト、なんかのブーストがかかるみたいなことかな。バーニア。出た。ジャイアントジオング出ちゃった。中ボスっぽいやつがもう出てきてるわ。メガルフィラ。あ、バーニアは、あれなんや。通常時の魔法なんや。これねー、マラサイからやりたいですね。ここはバズレイ。サイコがうっとしいですからね。ムービーサーベ、うわだる。これも食らう。バズレイ倒しきれるか。いや強っ、マジ強い。ムービーサーベ、いやー全員食らった。クソ強え。ナイスー。いやーネモナイス。なんてスライムル、スライムル、なんてなんやなんやなんなんてやお前、スライムらない。私はそんな簡単にはそういうこと言ってんのちゃうんか。ちょっと魔法バーニアなんすかね。なんか歩きが速くなるみたいな感じもありえるな。移動が2倍速になるとか。なんかそのバーニアってこうモビルスーツとかの後ろとか足とかについてるこう噴射口みたいなことだと思うので、あ移動が速くなるはちょっとありそうやな自分で言ってて。
カチやが。よいしょいや、アイス、もうそこまでやってくれたらもう十分です。ご苦労。でもめちゃくちゃ強い。ここに来てマジ大活躍。伝説の勇者なんじゃん、ほんまに。すごいですわ、伝説の勇者がマジで霞の鎧。めっちゃ霞む。いらん、もうマジいらんな魔法のルビー。取りますかっていう選択肢欲しいぐらい。はい、上がってきてますね。あ、来た。あ、やばい。でもあいつは逃げおるっすよね。アッシマはもうビビっとるからね。逃がすかよアッシマ。デザートドームは任せた。でもシャオー、惜しい。ほら逃がすか。鋼の剣入ってた。すげえ。高級品はやっぱ入れとるわ。これは魔法の戦いになるぞ俺。いきますか。え、巨人おるやん。めっちゃ見とるやん。紫よく来た。だがお前たちの運命もここまでだ。巨人よ、奴らを倒せ。え、動いた動いた。巨人が動いてるんじゃなくて、この塔というか城が動いてる。来た、後ろに穴開いてる。逃げろ逃げろ。わあ、大丈夫これ。強そう、かっこいいですね。マッドゴーレム強そうですね。まずは普通に戦ってみるか。これ攻撃入らんやろな。スライムル、スライムにするとかかな。サイコミュはサイコの上位互換っぽいから多分効かないと思うんで、これ効かないっすね多分ね。もう防御しとこうかな、ちょっと様子見るために。12。いやもうでも連続で行くのがいいかなと思いますわ。会心を狙いながら、体力多分多いでしょうこれ。ナイス、入った。物理で来るでしょう。そうでもねえぞ。ナイスーラー、叩き込む。226。おいしょ、もういっちょー。うわ、つえ。でもだいぶ入ったよ。来てる来てる来てる。めっちゃいった、めっちゃいった。すげえ。おっしゃー、嘘でしょ。セイラさん、くー、一発。なめてんじゃねえぞほんま。ちょ待って、たま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 あいつ持っとるわ。くそがー。よっしゃー。いや俺らばっかりや、メガファン、わしらばっかりですわ、上がってんのは。お前たちが倒したのは銅の巨人、本物の巨人は別のところに。だがもう遅い、伝説の巨人は完全に蘇るのだ。何言ってんのほんま。真実の鏡、ラーの鏡みたいなもんやな。何言ってんのマジで。え、うわ、ど
うしよう。いやもうこれは脱出でいいか。で、あ、でもちょっと待って、王様助けなあかんよな。脱出してる場合じゃない。でも生き返せないんですよ。生き返せないからさ。とりあえずラクロワでいいや。とりあえずちょっと生き返さないと。多分で王様は助けに行かないとあかんっぽいよな。行かないとあかんという言い方はあれですけど、まだあかんねや。多分行かない、行ってあげないと。ごめんセイラさん、ごめんなさいね。本当に惜しかったねセイラさん。レベル上げてあげたいけど、あんな一発食らって96やってたらダメっすわーねー。ちょっとさすがに無理よ。引き取る。なんかね、帽子いいのないかなと思って。魔除けのドレス、こんなんいつ持ってたっけ。え、魔除けのドレス、え、こんなんいつ持ってたっけ。意味がわからないけど、え、硬いし、嘘でしょ。ちょっと待って、今女王の鞭もあったな。え、どういうこと。誰か加入した形跡がある。魔除けのドレス、女王の鞭を装備してた人。え、あの人装備してなかったよな。え、一人女、サラサ、いや、サラサを装備してなかったっすよ。そんなんいいもん装備してたら、そら、誰やねん。誰かいたっけ、入ったやつ。意味がわからんねんけど。マジで意味わからんねんけど。ちょ、思い出せ。誰かいたっけ。誰かいて別れたやからこそアコに入ってるんですよ。一瞬でも加入した。しかも女性。いや、変やな。いないっすよ。絶対いないっす。女王の鞭持ってるやん。やったら絶対気づいてると思うから。なんぼなんでもね。どういうこっちゃ。気温かぶと。うわ、もうこれでも無理なんや。お前何もできひんな、マジで。でも、なんなんこいつマジで。あ、一応売ろうか。何も装備できひん。鋼の剣。アイテム欄開けときたいんですよね。パンパンになるから。ナイトの鎧以上なんですよ、魔除けのやつが。魔法のマント置いとくか。置いとこうか。で、魂の玉をガンダムに持たせとこうか。オッケー。じゃあ2
たびターンでペルガミノ、まあちょっとペルガミノのじゃあ王様のところに次回行くということでよろしくお願いします。